こんにちは。こんにちは。今日は楽しみなテーマですよね。ありがとうございます。いろいろ DeFi について教えてもらおうと思って、今日のテーマを設定させてもらってます。じゃあ今日のテーマを簡単に玉木さんから。はい。DeFi っていう言葉も、それ自体も最近出てきた言葉で、日本語の記事だと、一番最初に私も知ったきっかけになった記事なんですけど、プラクトンベンチャーズさんが書かれてる DeFi とはっていう記事があります。それ自体がまだ2021年の冬に出た記事で、DeFi のこと調べたらそれぐらいしか出てこないっていうぐらいまだまだ知られてない言葉なんですけど、DeFi っていうのはリジェネレーションファイナンスの略で、日本語で言うと再生金融っていうふうに言います。で、そもそもリジェネレイティブっていう言葉が環境問題に関わってる人に聞いたら必ず出てくるんですけど、とある本があるんですね、リジェネレーションっていう。で、それが書かれた人がポール・ホーキンスさんっていう人で、彼がアントレプレナーでもあって環境活動家でもあって、アーサー、本を書く人でもあるんですけど、彼が2030年までに私たち環境課題に対してどんなアクションをすればいいのかっていうことをすごい多方面に書かれてる本があるんです。例えばまあサンゴ礁の話もそうですし、エレクトリックカーと電気自動車の話とか、あと森林に対してとか、私たちがどう建物を作っていくべきかみたいなことをすごく多方面的に書かれた本があって、そこから派生したリサーチチームがあって、リジェネレーションズっていう、リジェネレーションズ .org で調べたらリサーチチームが書いたリサーチの話が出てくるんですけど、そこにいろいろこういうふうにアクションを取っていくべきだっていうのが書かれてます。で、その方法を取って、じゃあ再生金融としてブロックチェーンの力を使ってどういうふうに環境課題を解決していくかっていうのがリジェネレーションファイナンスになってます。そのリジェネレーションっていうのは地球環境の再生を事実上表すという、そういうことですか？そうです、そうです。人間のこの活動を全否定するんじゃなくて、自然と人間どういうふうに共存するべきなのかっていうことを問ってて、主に自然が治癒、自分が回復できる以上に人間がその自然を破壊してきてしまったのが今までで、そうじゃなくて破壊した分をちゃんと補えるぐらいのレベルに人間の生活のレベルも合わせていくっていうところと、あとよくリジェネレーションファイナンスの中でカーボンクレジットの話がよく出てくるんですけど、これは企業が排出したカーボンの分を買い取るっていうようなビジネスなんですけど、そういうふうに破壊した分ちゃんと補ってあげるっていうようなことを金融のエコシステムの中に入れていくっていうのがリジェネレーションファイナンスになってます。うん、こちらの DeFi のファイっていうのは金融のファイナンスですよね？はい、そうです。まあ、ディセントラライズドファイナンスとか言われると思うんですけど、ディファイ、まあ、そこから来てます。ディファイとリファイ、これファイナンスって別にブロックチェーンを表してるわけじゃないと思うんですが、リファイは事実でブロックチェーンを表してるんでしたっけ？はいはい、そうですリファイはそうです。っていうのもディファイから取ってるので、ディセントラライズドファイナンスってブロックチェーンのことを表してると思うんですけど、そこから取ってます。なのでディファイはブロックチェーンのことを表してます。なるほど。これはブロックチェーンを活用するっていうのは、ファイナンスを活用しなくてもブロックチェーンを活用してればリーファイって感じなんですかね？ファイナンスを活用していなくても、まあ、リファイって言われてるものの中で主な事業に今なってるのがカーボンクレジットの売買なんですけど、カーボンクレジットの売買の中でやっぱりトークンを使った方がいいっていう理由があるんですよね。今の既存のトークン、カーボンクレジットの売買っていうのはスプレッドシート上でやってるとか、みんないくら分買ったとか、そういうふうな非効率な部分があったり、あと一番の問題が質がわからないっていうことがあるんですよね。例えばこの質の高い木からできているカーボンクレジットの質と、あと質の低い木からできているカーボンクレジットの質って全然違うのに同じ価格で売買されてたりとか、あと質が低いものを高値で買っちゃったり、でそれで企業は対してこれぐらいカーボンクレジットを買っていますっていうふうに言って、世間からも評価されてしまっているっていう、逆に質の低いものが市場に回ってしまって悪循環が起きてたりするんですけど、トークンを使うことで一番最初にトークン化するときに監査が入るんですけど、カーボンクレジットかトークンクレジット化するときの監査が入る上で、質の高いものをちゃんとトークンの中に情報として刻んでしまう。それでちゃんと質によって価格の変動がされるっていうふうなことがトークン化することで可能になるので、リジェネレーションファイナンスはカーボンクレジットっていう意味ではすごく有効的だっていうふうに言われてます。ただいろいろネガティブな面もあるっていうふうに言われてて、例えばブロックチェーンってたくさんマイニングをするとか、プルーフオブワークだと主になんですけど、その上で電気をすごくたくさん使うっていうことで環境破壊にそれ
自体が繋がってしまってるんじゃないかっていう批判が起きていたりとか、あとやっぱりカーボンクレジットの売買をするっていう市場で戦っていく上で、やっぱり企業の思惑だったりとか、あとそれに入ってくる投資家とかがそもそも資本主義の利益を求めて投資してるし、売買もされてるっていうところで、なんか本質的な資本主義の悪いところみたいなから抜け出せてないんじゃないかっていう批判もあったりするので、うん、その2つは資本主義を逆に強化しちゃってるんじゃないかなっていう批判もあったりします。なるほど。そのカーボンクレジットをトークン化させるっていうか、カーボンの市場取引を導入するっていうのは、うん、本当に地球環境を良くするために資本主義の枠組みを使って良くしましょうっていうプロジェクト で、うんうん、でね、それがブロックチェーンに乗っかってないより、ブロックチェーンに乗っかってる方が一つ一つのデータにちゃんと刻みが入れるからいいですよっていうのはすごく理解はできました、うんうんうん、一方でちょっと話戻っちゃうんですけど、このリジェネレーについて、はい、特にリジェネレーションイコールカーボンってわけじゃないですよね。カーボンっていうわけではないですね。今この時点でリジェネレーションファイナンス自体も新しい分野で、一番お金が動いているところにみんなが今集まってるっていう状態で、はい、イコールカーボンクレジットの市場っていう風になってます、はい、でやっぱりブロックチェーン起用することでもう一つ一点っていうのは、新しいインセンティブ設計がし直せるっていうところで、そこで新しい経済圏ができるっていうところ、うん、でまさにリジェネレーション、リジェネレーティブな動きっていうのは、利益ばっかりも求めるんじゃなくて、もうちょっと違うところ、例えば地球環境にいいことをしようだったり、地域住民に利益を還元しようだったり、そういう動きが大事になってくるっていうことを問うてるので、その新しいインセンティブ設計ができるっていう経済圏と相性はいいんじゃないかっていうふうに言われてます。ただそこから新しく出てきてるプロジェクトの中でなんか目立ってるものはあんまりないなっていう、個人的には見てる中で思ってるんですけど、今日の朝リファイダオっていうダオがあって、そこのニュースレターを読んでるんですけど、リジェネレーティブファイナンスの村を作るにはどうすればいいかっていうハンドブックがパブリッシュされてたりしてて、いろいろこの辺カーボンクレジット以外にもどういうふうにリファイを適用できてるかみたいなことが実験するようなプロジェクトはたくさんできてきてるのかなっていう印象でもあります。例えばシンプルな話で、じゃあゴミ拾いしましょうよと、これリジェネレーションですよねと、はいはいはい、頑張った人が分からんより分かった方がいいよねとか、うんうんうん、どこでどれぐらいゴミ拾ったかメモってた方がいいよね、トークン化した方が分かりやすいよね、うん、諦めないよねって言った時に、うん、全くファイナンスじゃないじゃないですか。なるほど、はい、これはリーファイっていうんですか、それともリーファイとは言わないですか。結構リファイイコールカーボンクレジットってなってるみたいな感じに今なってるんです。ただ広義な意味に戻ると、ブロックチェーンを起用して社会課題を解決すると環境課題を解決するに戻ります。なのでリファイと言えるんじゃないかなと、はい、なるほどです、思います。じゃあいくつかそんな中でプロジェクトとかって、カーボンクレジットも含めた主要なプロジェクトって教えてもらっていいですか。はい、そうですね、この間 JBA さんの勉強会でもお話しされてたんですけど、このソリッドワールド DAO さんっていうところが大きなところです。でここはカーボンクレジットを扱ってるプロジェクトのファンディングが結構やっぱり難しいみたいで、既存の VC に話をしてもすごくね、利益中心のプロジェクトでもないっていうところから、やっぱりファンディングが難しいっていうところで、カーボンクレジットを扱ってるプロジェクトに基本的には投資しますよっていうような DAO になってます。これは個人でも参加できるようなプロジェクトになってて、ガバナンストークンを扱うんですけど、これで投票に使えたりとか、ステーキングすることで投票が2倍になったりとか、もちろんこれのトークン自体は二次流通でやり取りができるので、ユーザー自体も利益を得ることができるっていうようなプロジェクトになってます。でこれが一つ DAO なんですけど、他にも NFT だったりトークンの形のプロジェクトもあったりして、一つが NFT で言うと NFT ツリーっていうプロジェクトで、これが完全に寄付型なんですけど、LA の都市部に木を植えるプロジェクトです。で、木に QR コードが貼ってあって、誰がこの木を植えたか、誰が貢献したかっていうのが可視化されてるので、自分のやった貢献が可視化されることで嬉しいみたいな、そういうのプロジェクトになってます。あと、コミュニティに参加が可能なので、こういう環境課題だったりとか、木を植えることに興味がある人たちに会えるっていうのも一つです。あと、トークン系で言うと、エティックハブっていうところがあって、これが発展途上国へのマイクロファイナンス、個人間、C2C のマイクロファイナンスですね。実際にトークンを一つ一つのプロジェクトにボンドしてあげることで、そのプロジェクトがうまくいったら、そこから利益がもらえるっていうようなプロジェクトになってます。あとインフラ系で言うと、これはあんまりカーボンクレジットとか、そっちがメインではないんですが、セロっていうプロジェクトがあって、ブロックチェーンの種類があって、これがデジタル決済を中心としているような、例えば銀行口座持てないとか、そういうような国で使われているものです。電話番号でウォレットを作ることが可能なので、ブロックチェーンの暗号通貨で決済のやり取りができるようにしているブロックチェーンです。これが環境
にいいって言われてる理由が、プルーフオブステークの形なので、電気量を使う量がかなり低いっていうふうに、プルーフオブワークと比べて言われてるっていうことと、あと、これがドル連動とユーロ連動をしているので、これ自体が本当に広がると、ユニバーサルベーシックインカムって言われてるような、その国で使われる本当の通貨になり得るんじゃないかっていうふうに言われてるブロックチェーンになってます。なので、これ自体がスマートフォンで簡単に送金のやり取りができるっていうところが大きなところで、実際に発展途上国の人たちが、じゃあお金のやり取りをしましょうって言った時に、銀行口座なしにやり取りができるブロックチェーンの種類として一番だと言われてるようなブロックチェーンになってます。そのブロックチェーンのプロジェクトっていうと、例えば DeFi とかだったら、100個、1000個、1万個ぐらいあって、はい、日本の僕らの業界人だったら5個、10個、まあ、覚えてるかなぐらいの感じだと思うんですけど、DeFi もいっぱい今あって、今挙げたようなやつが有名になってるっていう感じなんですか？それとも。いやそんな、結構頑張って調べたっていう感じですね。それぞれのプロジェクトも、まあまあなのがまだ多いって感じですか？そう思います。はい。例えば一番うまくいってるって言われてるクリーマダオっていうのが、一番最初にリファイを話した時に出てくるプロジェクトなんですけど、これはもうカーボンクレジットを効率化させて、売買させてっていう。で、ユーザーはステーキングしたり、ボンドすることで、利回りを得ることができるっていうようなプロジェクトなんですけど、これ自体も最近ちょっと、この裏側としてある暗号通貨とペックしてたようで、ただそっちの暗号通貨の方が、いや、僕たちとペックしないでくれって言われて、プロジェクト自体がなくなってしまったっていうような話を聞いたりしてるので、本当に今みんないろんなところで実験中だと思います。一方で今ご紹介いただいたやつっていうのは、Web2 時代だったり、はたまた、まあ、インターネット関係なく、なんか世界の潮流として出てきてるようなサービスっぽい、例えばマイクロファイナンスだったり、別に不思議なサービスでもないというか、まあ、そういった、そういったものがブロックチェーン化されているという印象も受けましたけど。まあそうですね。まさにそうだと思います。多分 Web2 の流れっていうのをそのまま Web3 でもなぞってる感じなのかなと思っていて、やっぱり2021年って DeFi だったり NFT がすごく盛り上がって、もうプロジェクトを出すだけですぐ売れてしまうっていうような状態だったと思うんですけど、今やっぱり冬の時代って言われるように、投資家とかもあんまりお金出さないっていうようなマーケットになってて、じゃあ本質的に何をブロックチェーンに使おうっていうのをちゃんと考える時期になってると思うんですよね。なのでこういうリファイっていう言葉が本当2021年の冬ぐらいから出てきたっていうふうに言われてるみたいに、本質的に何に使おうっていうことが話されてるっていうのが今なんだと思います。なるほど。実際これまで玉木さん自身がDeFiをやっている米国のプロジェクトの方々とお話しされたことってあったりするんですよね。結構米国というよりかヨーロッパで盛んみたいです。やっぱり私もめちゃくちゃ詳しいわけじゃないんですけど、プライム市場って日本で言われるような企業がその上場条件だったりとか、投資家視点でもこういうそのカーボンクレジットをいくら買っておかなきゃいけないとか、そういうのが結構日本よりかは厳しい目で見られるのがヨーロッパっていう風に聞いてたりする中で、やっぱりそういうリファイ系のプロジェクトもヨーロッパに多いなっていう印象ですと、あとミートアップとかもやっぱりヨーロッパに多いなって思いますね。先日はモリっていうカーボンクレジットを NFT 化するサービスのマーケターをやってる人と話をしてたんですけど、やっぱり彼らの認識も同じで、まだまだリファイのマーケットはかなりちっちゃくて、インベスターと話したりとか普通のリファイ以外のプロジェクトと話をしてもあんまり話を聞いてくれないとか、注目を浴びづらいっていう話はあって、ただ日本でも大企業の人たちとはやっぱり大企業ほどESG 投資とか言われてるみたいに環境課題の解決っていうのは市場的にもすごい厳しい目で見られてることから、世の中の動きはどんどん環境保全をするべきだっていう方に来るんじゃないかっていう話をしています。で、先日の2021年の NFT ニューヨークってあったと思うんですけど、あれも大きなカンファレンスがメインなんですけど、その他にもいろいろサイドイベントがあったんです。で、結構サイドイベントって言っても大きな集まりだったんですけど、2022年のNFT ニューヨークのサイドイベント100人ぐらいしか、さっき100人もいなかったんじゃないかなっていうリファイのサイドイベントだったらしくて、あとコンセンサスっていう大きなクリプトのカンファレンスがあるんですけど、そこでもスピーカーセッションってそれぞれのセクション別にあったんですけど、例えば NFT とかディファイとか、その中でもリファイってなかったなっていう記憶で、なので本当これからなんだなっていう。なるほど。これまでリファイ系のイベントなんかにも玉木さん出てらっしゃると思うんですけど、そういう場でお話しするケースもありますよね。この間は東京っていう東京での NFT 関連のカンファレンスがあったんですけど、その時に何話しますかって言われた時に、リファイじゃあやりましょうって言った時には、リファイ
ていうスペルも間違ってたぐらい、やりばい知らないんだなっていう風に思って。で、今、ツイッターのグループとか、リファイに興味がある人とかで勉強会をやりましょうっていう形で動いてたりとか、あと、リファイの情報源というか、発信の中心になっているところが、リファイダオっていうところがあるんですけど、そのファウンダーの方にも声かけて、この間 NFT 東京に出てもらってて、でそこから派生して、日本語でポッドキャスト一緒にやりましょうっていう話をしてたりとかするので、うん、勉強会をもうちょっとオープンにやっていくとか、私のやってるクリプトベースでも勉強会やりたいなとか、あと、ポッドキャストでももうちょっと日本語で、本当日本語の情報ってさっきお話したプラクトンさんの記事しかないので、もうちょっとポッドキャストでも発信していきたいなとか、うん、そういう感じで考えてます。なるほど。玉木さん自身がこのリーファイのカテゴリーに対してはどういうふうに考えていらっしゃるんですか？絶対来ると思います。絶対来るというか、やっぱり2030年までにカーボン半分にしましょうっていう動きとか、2050年にはゼロにしましょうっていう話が、やっぱり大きくある中で、うん、ブロックチェーンを使ってっていうところが、リファイの中心になるところではあるんですけど、それ以外でも世間の動きってそっちに流れてると思うんですよね。今は大企業はすごくプレッシャーを感じてるけど、うん、じゃあ次やっぱり個人がそういう働きかけをしていかなきゃいけないっていう風になっていくと思うので、で私自身はどこでできるかなっていうところで、やっぱり環境活動家としてとかリサーチをたくさんされている方はいらっしゃると思うんですけど、それを実際に個人だったりとか世間の人たちを巻き込んでやっていくっていうところで、ブロックチェーンの世界でやっていきたいなと思ってます。で、私がやっているプロジェクトの一つでプラネットDAOっていう DAO をやっていて、それがまさに講義の意味でのリジェネレーションファイナンスの事業になってます。で、それ自体は環境保全だったりとか文化、近隣の住民の人たちを大事にしながらの土地開発をやりましょうっていうような DAO になってて、多分今年の春夏ぐらいにはリリースできるかなと思いますので、そこに頑張ってるという感じです。なるほど、わかりました。じゃあまだまだ世界でも事例が多くない、そこまで大きく伸びているものでもない中で、玉木さん自身が一つの大きくなるようなサービスを目指していらっしゃるっていう。そうですね、はい、頑張りたいと思います。はい、わかりました。今日はいろいろ勉強になりました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。Thank you.